どうもこんばんは、ヤクです。はい、今日はシンプルな議題なんですけれども、とても深い内容になると思います。肌荒れ時の正しいスキンケアについてです。肌荒れ、誰しもが一度は経験しており、今もなおね、苦しんでいる人もいると思います。それによってストレスも抱えている人もいると思うし、肌荒れがひどい時になっても外出するのも嫌になる時あるじゃないですか。実はですね、僕の友人でですね、一人男の子で、某メンズ TBC、 もう某の意味で働いている男の子がいるんですけれども、その子も言ってました。肌荒れの種類って実はそんなに多くないんだよ。もしも突発的な肌荒れの場合はですね、アレルギー性によるものか、バイ菌によるものがほとんどだそうです。つまり外的な要因ですね。そのアレルギー性の肌荒れを除けばですね、生活習慣や体調、スキンケアやコスメが合ってない、そして顔を洗いすぎてしまう、これらが主な原因となります。こう見ると外的な要因といえるのはスキンケアやコスメ、あとは洗顔によるものかと思われますが、もう一つ実はあるんです。自然の脅威、日焼けです。先に日焼けについてお話ししますと、日焼けをすると肌の角質にダメージが残ります。もう血がブシャ。当然肌はですね、自分の自己再生能力に長けていますので、生まれ変わろうと代謝が上がり、皮がむきやすくなります。これは皆さんもご存知かと思います。なるべく肌の炎症を抑えるためにも、肌の保湿をこれでもかというぐらいしてクリームで覆ってあげましょう。では洗顔のしすぎによる肌荒れについてです。これによる肌荒れって結構多いんですよ。例えば乾燥肌の人や、メイクの時に粉吹きがすごいという方、もちろんメイク前のスキンケアも大切ですが、それよりもですね、クレンジングの力が強すぎるもので顔を洗いすぎてしまって余計に乾燥肌になってしまう場合もあります。その人本来のホルモンバランスとかといろいろこう考慮しての肌のターンオーバーがあると思うんですけれども、そのターンオーバーの速度に対して皮膚表面の角質を余分に洗い流してしまうと、当然肌は荒れやすくなります。さらにそれが長期的に続くと慢性的になる可能性がありますので、とても注意が必要となります。洗いすぎに注意ですよ。クレンジングオイルや、あとはウォータークレンジングなどで、こうダブルクレンジングでちょっとね、メイクだけを落としつつも、僕のおすすめする洗顔フォームはもう2年間これ一択です。ロゼットのガズールブライト、もう僕はずっとこれ使ってます。変わってないです。本当にこれ、こんなにコスパのいいものがあるのかっていうぐらい。続きまして、スキンケアやコスメが合ってなくて肌が荒れる場合についてです。これはですね、アレルギーによるものとも関連づけることができるんですね。実際はアレルギーとは関係なしに、ただただその成分が合わないという方もいるとは思いますが、それがアレルギー性のものかな。こればかりはですね、人によって合う合わないがあるので一概には言えませんが、僕はですね、以前なんかポイントみたいなやつで買った美容液があったんですね。ですがそのエッセンス、僕使えば使うほど肌が荒れちゃいまして、1週間も経たずに成仏させました。まあ、当然やめたら肌の調子は元に戻ったんですが、これはですね、そのエッセンスが悪いんではなくてですね、単純に自分に合わなかったっていうだけなんですね。あとはコスメで言うと、クッションファンデとかのパフを交換せずにずっと使い続けると、当然バイ菌だらけになりますよね。洗うなり交換するなり定期的に行うことをおすすめします。最後に生活習慣や体調による肌荒れに関してですが、正直申し上げますと、これはいくらスキンケアを頑張ってもあまり意味がありません。この世の中はなんて残酷なんだ。栄養の偏りや、あとは睡眠不足など、特にこの睡眠不足がかなりのキーポイントです。今日のお話の全体的に見ても、この睡眠をいかにちゃんと取れているかが結構大きく関わります。あとはですね、体調は崩すと当然ホルモンバランスも崩れがちになります。そして肌荒れも起こりやすいです。ですがホルモンバランスが原因でしたら、下手に薬で肌荒れをケアしようとするのはあまりお勧めしません。
なぜなら肌はそのホルモンバランスが崩れたことに対して肌があちょっと疲れたよっていう風になってるだけなんで、ホルモンバランスがまた元に戻れば肌も正常にまた戻りますので、逆に薬とかでね、いろんなものを服用してその肌の機能をもう混乱させる方が僕は長引くかなと思っております。ですので僕の場合は睡眠をとります。10分でも20分でも。今日の肌荒れ時の正しいスキンケア、全体的に言えることはですね、肌が荒れてもその外的な要因のものはスキンケアを変えるなり肌の洗い方を変えるなりとかするのがいいんですけれども、それ以外においてはですね、肌が荒れても気にしない、ストレスをためないことですね。それによってストレスをためないことです。そして肌が荒れてる部分に関してはですね、あえて最低限のスキンケアにとどめることです。ただしですね、同じ箇所にもう年単位で肌荒れがずっと繰り返しているという方はですね、もしかしたら慢性化している場合もありますので、皮膚科に行って相談することをお勧めします。はい、ということでですね、今日はシンプルだからこそ大事な内容をちょっとですね、肌について、僕はこういう肌のメイクとかによるものじゃなくて、肌本来の状態をきれいに保つ方が僕はいいかなと思っていて、そっちの方に僕は力を入れております。なのでもしよかったら皆さんも今日のお話を参考にしていただけたらなと思います。以上をもちましてビューティークリエイターヒョクでございました。